プレッシャーもそうですけども、あとはボールの回し方、立ち位置を相手によっていろいろ変えながら自分たちが主導権を持って握っていくサッカー。浦和のキックオフでゲームが始まりました。まずは岩波のロングフィード、秋元を使ってきます。松田陸ヘッドでクリアして、最近藤田が直接アシストのロングスローあんまり見たことがなかったんですけど、ですね、はい、前節はすごいボールでした、そのロングスロー競り合って大久保が待っている。西川キャッチだっていうような声が聞こえましたけども、ね、はい、このシーンです。膝かな、膝っぽいですね、膝かもしれないですね。この位置ですと小泉、武藤、小泉、シュートは打たない。これでシュートを打っていった、キム・ジンヒョン。まあ、ここは素晴らしい切り返し、さすが師匠じゃないですか。そうですね、はい、で逆に持って西尾のクリア。今のは豊川だったんですね、あそこまで落ちてきて。豊川が最終ライン付近まで落ちてきました。そしてここで前半終了のホイッスルです。そしてその左のサイドハーフの位置に山田、右のサイドハーフの位置に中島が入っているセレッソです。さあ両チームとも選手交代がありました。それがどう影響していくかどうか、連動性も必要ですよね。そうですね、チャンスですね。小泉スルーパス、そのままシュート打った。枠を捉えることはできませんでした。イングしかないという、はい、あれだけね、相手をこう気にしながらしっかりと右手でブロックしながら、中島戻してシュートだ。ーゴールキーパー西川修作、豊川のシュートを止めました。宮城、豊川、進藤、バサイド、こぼれ球、山田、どうだ、入りました。最後丸橋の右足。最初コーナーの場面で多分味方に当たったんですよね、ヘディングが。そうです、はい、まずここでね、山田のシュートが西尾に当たって跳ね返った。で丸橋もグラウンダーで、まあ、よく浮かさなかったですよね。そうですね、でボールの回転が難しい回転になってたので、はい、岩見としても多分足が合わなかったですかね。ちょっと浮いて走り込んできましたが、そのタイミングでは出しませんでした。西、武藤は溜めてクロスを使う、興梠だ。最後松田陸が体を当てていましたというところですよね、はい。まあ、よく体をつけてましたよね、松田陸も。本当にフリーにさせなかったというところで良かったとは思います。この日本代表に復帰した石川修作とのこのマッチアップというのも非常に楽しみですが、中島右足振り抜いた。キーパーの前にバウンドさせるボールでしたね、はい、無回転系だとは思います、はい、僕はあそこ見えてますからっていうのを何かこうしっかり見せたようなプレーですが、吉田さん走ってみたいな。牧野打っていくかどうか、小泉よく見た。サイドチェンジ、西がいる、浮き球を使ったシュートだ。最後関根ながらセレッソディフェンスを攻略しようとしています。そうですね、これはさっきの山中と一緒でペナのほぼ中ですよね。やっぱりここだと合うんですよ、ぴったりね、はい、さあ前を向いています。おー、ヘッドだ。最後中島、そのままで良かったんじゃないですかね、ひねった分。あ、なるほど、ファウルがありました。フリーキックパット、ここはプレーオンです。小泉、ここでホイッスル、セレッソ